はい、こんにちは、新庄です。井出です。いや、病院というのは本当にいろんな事件が起こるもので。そうですね、もういろんな人が関わるね、現場ですから、はい、とにかく事件が多い。とにかく事件多いですよ、この中でもね、世にも珍しい珍事件が数々起きております。ということで、今回は実際に職場で起きた珍事件のエピソードを募集させていただきました。はい、いや、数々のエピソードが集まってきましてね、はい、集まってまいりましたよ。今回はね、その中から厳選したエピソードをね、また紹介させていただければと思うんですけど、はい、井出くんはこれまでに珍事件何かありましたか？そうですね、本当に数々あったと思うんですけれども、うん、まあ、ちょっとね、これ学生の時代に遡るんですけれども、はいはい、まあ、これ一個すごく印象的だったなっていうエピソードがあるんですが、うん、看護学生ってこう演習っていうものが、ね、 ね、ありまして、体拭きの、まあ、こうやってやるんだよっていうのをね、実際に学生同士でやり合ったりしてみたいなっていう時間があったんですけれども、まあ、それのね、陰部洗浄の演習だったんですけれども、まあ、学生がですね、はい、陰部モデルなるものを装着して、ありますね、はい、それを実際の状況に見立ててこう、ね、うん、やっていくわけなんですけれども、はい、それで僕はね、女性の陰部洗浄の演習をね、実際にやっていた時に、有名な超癖のある先生がこう、ね、回ってきまして、まあ、各ベッドでね、それぞれこうやってるんですけども、そこにこう回ってきて、でくん話しかけてきて、もう僕はね、こう緊張で汗がもうびちょびちょになってるんですけど、はいっつって、尿道口はどこってこう急にパッと聞かれて、うわーって、もう僕はね、もう女子学生とこう、そういうね、陰部洗浄なんていうセンシティブなこう演習をやってる最中で、もうただでさえ、ね、ただでさえパニックになって、急に尿道口どこって聞かれて、うわーってこう頭が没頭してしまって、こうとっさに言った答えが、ここですかっつって。指差してそこは、それはって言われて、カーってまた顔から火が出るような、真っ赤になっていくっていうのを感じたっていうね、もうそれが非常に印象に残った出来事なんですけど、血祭りにあげられたようなもんですよ。いや、悲惨ですね。それ以降ね、僕はうまく女子と喋ることができなくなってしまいました。トラウマがまあ、珍事件もあったりして、こういう直接だって看護師になることができました。なるほど。っていうのはまた女の口でありまして、はい、就職してからもたくさんの珍事件、患者さんとね、関わる中であったかと思いますのでね、はい、そんなエピソードが皆さんから届いてますので、ぜひ紹介させていただければと思います。それでは早速いきましょう、はい、どうぞ。じゃあ一つ目、救急外来でウォークインできた患者さんが待ち時間が長いからと待合室から救急車要請をしていました。いや、これ意外とあるあるなんですよね。あ、そうだね、うん、病院から救急車呼んだりとか警察に電話したりとか、うん、ちょっとはちゃめちゃなね、うん、これはでも結構意図的にやってるというか、やってるね、救急外来にウォークインで歩いてきてるのに救急車要請ってどういう状況ってなりますけど、まあ、救急車で運ばれればすぐ見てもらえるだろうっていうね、あ、まあ、そういう魂胆でやったんでしょうけど、はた迷惑も極まりない。本当にそう、うん、こういう人が救急車をタクシー代わりに使うんですよ。そうそうそう、本当にね、偏見だけどね、めちゃくちゃ迷惑な話なんですよね。まあ、そんなことやってもね、何も得になりませんから、はい、やめましょう。はい、じゃあ次、クラスターが起きて夜勤入りのババアがコロナになりたくないから嫌と夜勤放棄し帰った。これは典型的なおつぼねですね。もう自分のことしか考えてないと。にしてもすごいよね、うん、帰るんだもんね。そうだね。これはもうちょっといろいろやばいな、なんかもうすごいとしか言えないよね、ここまで来ると。いろんな責任感とか、うん、そういったものを、ね、一切放棄して、うんうん、誰もがなりたくないのは当たり前のことなのに、それを分かった上でみんなこうリスクを背負って働いているのにもかかわらず帰っちゃうんだからね。怖いのは分かりますけどね、うん、正しくね、対策をしながら仕事をすればまあ大丈夫だろうという感じでね、うん、みんな頑張ってやってたのに、それを放棄してしまうなんてね、やめちゃえ、もう看護師本当にそうだから、うん、もうそれはやめた方がいいかもしれないですね。それはそんなんならね、本当に迷惑ですよ。いやー、これは綺麗すぎるおつぼねですね。美しい、美しい、ある意味美しい、うん、頑張りましょう。はい次、勤務先が精神科のためか珍事件やエピソードばかりなのですが、少し離れたところにいる患者さんがフランスパンのようなものを手にしているので、何を持っているんだろうと近づいたら車椅子のアームレストを破壊して手に持っていた。まあ、なんかサイズ感的にも、ね、似てるかな似てるかな。まさかアームレスト持ってるとは思わないよね。思わないね。フランスパンのようなものっていうのはちょっとうんってなっちゃうけどね。紙袋に入れてたのかな。なんか茶色かったりしたのかな。あ、美味しく食べたのかもしれないですけど、だってフランスパンも持ってるわけないからね。そう、まずね、どこで手に入れたってなっちゃいますから。そ
ね、精神科はいろんなことが起こるでしょうからね、うん、他にもエピソードがありまして、うん、トイレットペーパーをロールごとトイレから持って行って棚に溜め込んでしまう人がいて、うん、定期的に回収をしていたのですが、うん、それを職員たちはガサ入れと呼んでいました、うん、でもいますね、うん、持って帰っちゃう人、そう、ね、特定のものにこう執着しちゃうっていうのもよくあったりするし、うん、トイレットペーパーは確かにあるあるな気がするね。そうだね、てか普通になんかトイレットペーパー持ち去っちゃうみたいなのもよくあるよね、駅のねトイレとかね普通にいるっていう。他にはミキサー食の患者さんが向かいの患者さんのお膳のバナナを当食していたり、うん、そしてなぜかそういう時にだけスムーズに演技ができる、うん、あとは掛け布団を破壊されて部屋中が羽と綿まみれになっていたり、うん、枕を破壊されて部屋中ビーズまみれになっていたりと、うん、愉快な環境です。愉快ですね。愉快だね。多分まあ働いてる方々はとても大変ではあると思うんですけど、うん、まあ、こうやって聞く分にはすごい楽しそうな現場だなって思っちゃいますよね。まあでもこれは愉快と言えるメンタリティがすごいですよね。もう本当なんかこう精神科ってすごい独特な環境で、ね、まあ、僕も働いたことはないんですが、うん、まあ、学生の時に実習に行って初めての精神科実習でどんな感じなんだろうって言ったんですよ、うん、そしたらもうこの距離ですよ、この距離僕って講習しますしょっぱなこれ言われちゃって、あーこれが精神科かと何も言えねえもう本当にこの距離来てちょっと震えましたけど、うん、僕は将棋を打ちましたね。 あるね、よくやったりするやってたね、うん、そのおじいちゃん将棋めちゃくちゃ強くて一手打つたびにちょっとこううとうとしてるんですよ、まあ、僕が一手打ってどうぞみたいな感じで一回一回起こしてやってたんだけど、はちゃめちゃに負けて長考してたのかな、寝てる間になんかものすごい天才棋士みたいなもうね、眠りの心みたいなさ感じでパチパチ打たれてすごい将棋ボロ負けしたんですけど、その後じゃあ今度オセロやりましょうかっつって、オセロ僕はボロ勝ちしちゃったんですよねオセロは苦手だったのかな、そう、うん、あ勝っちゃったみたいないや精神科ってほんといろんなエピソードがあって面白いですよね。面白いですね、独特な環境なんで、うん、まあ、だから楽しんで、ね、働かないとちょっとやっていけないっていうところもあるのかもしれない。それはあるかもしれないね、うん、じゃあ次、残食して下膳されたものを隠れて食べてる看護師がいた。これね気持ちはわかりますよねまあすげえお腹減ってる時はあるけどね、うん、意外とそれに病院食って美味しそうじゃん。ああそうだね、なんか、うん、結構あのまずいっていうイメージを持たれる人もね、うん、多いと思うんだけど、普通にうまいっすよ病院食。美味しいんだよね、うん、原食を食べたこともあるんですけど、まあ、そんなにまずいなっていうのも思わなかったし、うん、味もすっごいいいなって思っていたので、うん、皆さんが言うほどそうそうまずくはないのかなと思ったりするんですけど、ね、結構ねあのお年寄りの患者さんとか病院食がまずくてダメだみたいな、うん、結構言うんですけど、ちょっとやっぱ先入観持っちゃってるんじゃないかなって、うん、そうだね、思っちゃう時があるんですよ。普通にうまいけどなって思いながら、だからこの方の気持ちは分からんでもないですね。分からんでもないが食べちゃダメですよね、ダメですね、普通に考えて、はい、気をつけましょう。はい、じゃあ次、夜勤の仮眠時にパジャマに着替える男性看護師がいた。ああ本気で寝に行ってるな。稀に当直室のシャワーを浴びたりとか、そういう看護師もいますよね。結構もう自宅化しちゃうみたいな、ちょっとリセットするみたいな。パジャマに着替えるやつは見たことないな。リチに持ってきてるもんねそう、まあ、確かに改めて考えるとスクラブで寝たりっていうのはあんまり綺麗じゃないからね。綺麗ではないけれども、パジャマを持ってくることで荷物が増えるし、うん、着替える手間もあるしって考えると、 そこまでして寝たいかなって思っちゃうけどね。まあ、逆にパジャマがないと寝れないタイプの人なのかもしれない ね、 なるほどね。自分の枕じゃないと無理みたいな、その手のこだわりがある人なのかもしれないね。でも着替えないな新事件ですね、新事件ですね。じゃあ次、認知症の患者さんが純夜で離院、うん、近くの焼肉屋で無銭飲食をし警察に保護されていた。ああこの認知症患者さんの離院っていうのは割と多いですよね、まあ、気をつけてはいてもね、起きちゃうもんですから。この認知症患者さんの離院でいうと僕も経験したことがありまして、当時働いていたところで病院から駅までちょっと離れていたんですけど、認知症の患者さんが離院をしてしまって、で、見つかったところが病院の正面玄関で見つかったんですよね。あ、まあ良かったなと、で病棟に戻ってきてもらったんですけども、なぜかタバコを持っていて、タバコを買える場所が病院から少し離れた駅前のコンビニでしか買えなかったんですよ。かつその患者さんは小銭とかお金を全く持っていないのに、どうやって仕入れたのか、そしてどうやって行ったのかっていう
まあ、がっつり病院服を着ていたわけですから、うん、見るからに患者さんだっていうのは分かりますからね。それが本当に未だに謎まず移動方法が謎だし、購入方法も謎っていう、どうしたのかなっていうのはもうスタッフ全員でどうやってあれ買ったんだろうねみたいな話になりましたけど、はちゃめちゃに優しい誰かが買ってくれたとしか思えない、ね、でも結局ね、タバコは没収されてその患者さんの当然そうですよ、その患者さんの夢は叶わずというところで残念ながらね、はい、俺はこちらとしてはね、許容するわけにはいかないと。そうだね、そんな珍事件は割と多くありますよね、うん、理由には気をつけないといけないんですけども、そうだね、はい、インシデントになりますから気をつけていきましょう。はい、はい、じゃあ次、入院した患者さん、おじいちゃんを着替えさせようと思ったらソーレースの白ティーバッグを履いていた。しかもそのソーレースティーバッグからおむつに変えたら、しみじみあったかいと言われたと。いや、あったかいでしょうね、さぞかし、さぞかソーレースからね、だってソーレースのティーバッグでしょもうスースーですから何も覆われてないよ。そっからまあおむつにやったらもうそれあったかいし、あったかいだろうな、なぜなぜなぜティーバッグを履いていたのかっていうのはね、そこはもうね、触れないことにしましょう。まあね、その人のね、思考がありますから、うん、そうです、個人の自由です。はい、次行きましょうか。はい、院長が何か落ちてると素手で拾ったものがうんこシンプルだな、シンプル、これね、普通の一般職の人が聞いたらまずありえないことだけど、うん、病院だとこう、まあ、あってもおかしくないかなって、普通に廊下にうんこが落ちてても、うん、ああうんこだぐらいな感じになりますから、まあ、うんこかではないな、さすがに、俺なんでとはなるけど、うんこかパクみたいなね。おい！そうね、だからこれは本当医療職あるあるみたいなところですよね。そうだね、うん、何事も落ちてるものは素手では拾わない方がいいだろうと。ね、何が落ちてるか分からないから、まあ、ボールペンだとしても不潔なものだから ね、 やっぱり廊下っていうのはね、落ちてるものには気をつけましょう。そうですね、内田先生、はい、気をつけてください。はい、じゃあ次、職場ではないですが、私が入院していた時の話です、うん、私が入っていた4人の相部屋前の廊下で、看護師、あれこれうんこじゃない、看護師 B、 えなんでこんなところに、看護師、おむつの横から落ちたのかな、看護師 B、 そんなことあります、私以外の3人はおむつで介助なしに1人でトイレには行けませんでした、うん、私は心の中でいや私じゃない、私じゃないと叫んでいました、うん、これもインシデントって言うんですか。インシデントではないですね。インシデントではないですけど、もうこれこの方だって多分看護師は思ってるでしょうね。その人しか動けないからね。でもね、たまたまじゃないよ、そんな疑いをかけられたら。いやだね。その会話聞こえてきたらもうなんか汗かいてしまう。本当に。違う違うみたいな。出てきたくなっちゃう。あ、そう違いますよ。私じゃないですよ。私のうんこじゃないです。今のコメントに返信がありまして、うん、それはうんちでしたと言います。まあそうですね。うんちでした。インシデントではなくうんちでしたと。くだらねえ、くだらないですね。いやいいですね、やっぱり病院はうんち系っていうのがとても多いですから、くだらなくていいですね。あ、ちょっとね、この当たり前のようにね、このうんちエピソードを喋ってるとね、あの一般の人々にちょっと勘違いされてしまうというか、そうだ、ね、惹かれてしまう時があるんですよね。看護師は食事中にうんちの話をしても大丈夫みたいなね、感じになっちゃうんですよね。一般的にははしたないお話ですから気をつけましょうね、はい、気をつけましょう、場所を選びましょう。そうそう、 TPO です。はい、じゃあ次いきます。家庭の事情で一度退職した職場に数年ぶりに復帰したら、置きっぱなしにしてしまっていた私のリットマンが名前を消されておつぼねのものになっていたことです。置き忘れてしまったので病院用になっちゃってるだろうなと諦めて新しいのを購入して復職したのですが、まさかおつぼねの私物になっているとは思いませんでした。言いたいけど認めなかったら終わりだから言えない。なるほど、なるほど、リットマン、あの、まあ、聴診器ですね、うん、聴診器が盗まれるっていうのは意外とあるんですよね。そう、ボールペンとかならまだしもね、うん、安くはないですが、うん、まだちょっと許容できるじゃないですか。まあしょうがないかってなるけどね、聴診器って言ったらもう1万とかね、万とかしますから。しかもそリットマンは一番ねいいやつだから、うん、高いのよ。それを平気で持ってかれるっていうのはとても悔しいですね。おつぼねもね、どうせもういないからいいでしょって思ってね、パクっちゃったかな。でもおつぼねはまだそうやってさ、そういう故意的にやってる可能性があるけど、うん、一番厄介なのは先生ですよね。先生だね、貸したままそのまま持ってっちゃうみたいな、うん、もうこれが一番言いづらい。本当に行ってしまったら最後二度と戻ってくることはないので、うん、そうそう、もうね、本当先生ってね、ちょっとそういう能力が欠如してるんじゃないかなってたまに思っちゃうんですよね、うん、絶対借りたものは返さないですよね絶対聴診器持ってない先生とかいるじゃん、うん、絶対いるね、うん、もう当然のように聴診器置き場とかに聴診器がこうずらって置いてあるとことかに行って、うん、なんかもう自分の中に去ってなんか空いてるやつを取って、ね、使ってってそのまま持って帰っちゃうみたいなよく聞きますけど、
自分の買ったらみたいな。本当にそうだよね。それが一番早いのに、で調子に持たないのかなみたいな。お金あるんだから。本当ですよ。買ってくださいよ。我々も少ない給料からね、お金出して買ってるんだから。はい、次行きましょう。はい。認知症のおじいが小声で、俺実はまだ女の人とあれしたことないねとカミングアウトしてきた。次行きましょうか、はい、なぜ誰も気づかなかったのか。昼食後のデイルームで患者さんが素っ裸で車椅子に座ってた。なぜ気づかなかったんでしょうか。今素っ裸系も割とあるあるですが、でも多いのはこの患者さんのベッドとか素っ裸っていうのは割とあるじゃん。どうしてデイルームまで。不思議なことが起こるもんですね。それを想像すると笑っちゃうよね。デイルームで一人素っ裸のおじいちゃんが座ってるって考えて。面白いな。すぐなんか布をバーンってかけたくなるよね。すぐ部屋に連れて帰るだろう、ね、すごい速度で。でもやっぱあの患者さんの服を脱ぐ速度の速さびっくりする、ね、早い、本当に早いよね。いつみたいな、うん、抑制とかさしててもさ、うん、気づいたらすっぱだかでいるみたいな ねどうしてみたいな、うん、常にやっぱ脱ぐチャンスを狙ってるってことなのかな。そういうことだね。気をつけたい。はい、気をつけましょう。次いきます。電子カルテのタイピングが鬼強いおつぼね看護師様、エンターキーを使用不能にさせて知らんかも。これもカチャカチャッターンやたらタイピングが強い看護師っていますよね。威圧感があるよね、うん、そんなに強く押さなくてもね、ちゃんと感度がありますから大丈夫ですと教えてあげたい、はい、おつぼねはそこでストレス発散してるのかもしれないですね、うん、仕事中やってるかも出してるっていうのもね、あるかもしれない、うん、それでナースコールを取らないと、うん、それまでが一連の流れですね。素晴らしい、美しい、美しいですね。美しいですね。おつぼねレベル2ぐらいいきますか、そこまでいくと。そうですね。美しい、美しい。ありがたい。次いきましょう。はい。朝の申し送り中にツバメがナースステーションに乱入して全員パニック。うん。鳥が入ってきちゃうみたいな。これも結構多いね。あ、まあツバメだけじゃなくて、まあ虫とか、ね、虫とか、ね、ゴキブリさんとかね。あ、そうだね。よくまああるっちゃあるか。クモさんとか、トカゲさんとか。クモさんはいないかな。ジャングルの病院かな。でもまあ虫系はとても多いし、結構あの高層階の病院に勤めてることが多くて、あんまり入ってこないんですけど、うん、まあ、学生の時とかはよくあったかな。教室になんか、あ、そうだね、セミが多かったかな。あ、セミね。セミめっちゃ入ってきてて、うん、確かに鳥は僕もないけど、うん、虫、そうだね、虫が多いな。クモとかね、うん、だから本当に捕まえて、そういうのはさ、もう本当男性が率先して生かされるじゃん、うん、まあ別にそんな得意ではないけど、うん、無理ってわけでもないんで、ボトってさ、こうやって卵って食べたりね。おい、食っちゃダメだ。自然に返せ。まあある意味ね、自然に返るんですけど。おお、そうやそうや。うまい。まあそんなこともあったりとか、虫はねよく来ますが、あまりセッションのことはせず、ね、はい、自然に返してあげましょう。はい、次いきます、はい、トイレのタンクの蓋を開けて患者さんが足を突っ込んでました。何してるんですと聞いたら、あ、いや、ここから外に出ようと思って。いや、無理です。いや、無理だね。無理です。4次元っぽくて、そうだね、ドラえもんののび太の部屋の引き出し的な感じだったのかな。ああいう感じだね。面白いな。その会話の面白いね。なんかね、この状況を考えると、もう何してるんですっていうのを聞いてる時点で、こうなんか、うん、もういろんな処理がこう追いついてない感じがいいですよね。なんか病院の面白いところって、やっぱりこういう本当に文面見たらありえないじゃん、うん、どう考えても会話も成り立ってないし、うん、それが平気で起こってるっていうのがすごい面白いよね。やっぱね、こういう光景にも慣れてて、うん、とりあえずどうしましたみたいな、うん、何してるんですかっていうポイントにね、そう繋がるんだろうね。いやー、面白いですね。面白いな、これは。次行きましょう。はい。女性の大部屋で認知機能が低下したおばあちゃん患者さんが帰宅願望があって寂しいと騒いでいたら、隣のベッドのおばあちゃんが、そんなに寂しいなら一緒に寝てやる、私のベッドに入れと言い、その不穏のおばあちゃんをベッドに引き入れて寝かしつけてくれたことです。もう20年以上前の話です。今ではありえないですよね。後日布団に招き入れて面倒を見てくれたおばあちゃんは、一回きりだからね、もうごめんだぞと言っていました。男気のあるおばあちゃんでした。いや、かっこいいな。いいおばあちゃんです、ね、男気ありますね。もうやらねえからなみたいな。あ、手やんでーだね。手やんでーだ。
こういう患者さん同士の助け合いってなんか、あ、そうだね、ほっこりしますね。ほっこりするね、うんうん、たまにこう結構同世代のおばあちゃんたちみたいなのが同じ部屋にこうギュッと入ったりして、うん、全員すごい仲良く、うん、ずっとおしゃべりしてるみたいな、会みたいなね、開かれてるよねっていうのがあったりして、結構そういう部屋に行ったりする、あ、皆さん勢揃いでみたいな、うん、なんかあれだよね、やっぱり男性と女性でこう違うというか、男性は患者さん同士絶対仲良くならないじゃん。あんまりないね。そう、隣の患者さんと喧嘩することはあっても仲良くおしゃべりしてることはないけど、やっぱり女性の患者さんってもう自然と仲良くなるよね。それは女性のコミュニケーション能力の高さですよね。本当にそうだよね。それを感じますよね。素晴らしい、素晴らしい、いいエピソードでした。はい、次行きましょう。はい、ではこれが最後のエピソードになります。はい、整形にいたんだが、オペ室で使う不織布の帽子を入院中かぶったままの男性の患者さん、一時この帽子もっとくださいと無茶振りされ、何やれとスタッフや他の患者さんも思っていたが、ある日の巡回でカツラがモップのように落ちていて、いろいろ察した。もちろんその後あの患者さんズラだったが、一瞬で駆け巡ったのは言うまでもない。不織布の帽子って言ったらふわふわしたやつだよね。そう、あのオペの時にね、あの患者さんに必ず被ってもらうんですけど、うん、あれをずっと被っていたの。まあ、たまになんかいらっしゃるっちゃいらっしゃるか。見たことないな、ない患者さんでずっと被ってる人は。まあ、ずっとってないけど、なんか結構しばらく被ってたっていうのは、まあ、聞いてるのかなって思っちゃったりとか。でも確かにあったかもしれない。これじゃあもういらないのでっつって、うん、取ろうとしたら、あ、まだいいですみたいな人もたまに確かいたかもしれない、うん、けど、それを入院中ずっとかぶっていたら、まあそれは奇妙に思われてしまうでしょうということでね、うん、まあ、これは謎が解けてしまったという、そうだ、ね、ちょっと悲しい事案ですけど、やっぱりこのカツラ系っていうのは割とそこがあって、手術前とかは絶対もう身につけてるもの全部取らなきゃいけないじゃん、ね、MRI の時も ね、うん、患者さんにあのつけてるものありますかって聞く時があるじゃない、うん、明らかもうカツラをつけているっていう分かってる患者さんにも一応聞くし、まあ聞きづらいんですけど、そういう方に限っていや何もつけてないですいけそう言われちゃったらもうこっちもどうしようかなとそこはねもう人間力ですよね。でも看護師の力どうこうじゃない、もう頭をじっと見つめてないですかなかなかその後の、ね、関係そこで終わりではないですから、 その後の関係にもかかってくるって考えると、いかにこれをマイルドに解決するかっていうね、そういうのをどうやってうまく聞くのか、ぜひ教えてほしいですよね、うん、本当に正解がない、ね、うん、ことですよそれは、はい、MRI の、ね、チェックリストとかもね、カツラの有無をチェックするみたいなのもありますけど、本当に聞きづらいんだよね、まあ、そうじゃないとしてもこう聞くのって結構はばかられるし、かと思えばね、貴金属ありますかなんて聞いたらね、2つあるけどなんていう ね大事な金が2つあるよなんて言ってね、なんていうね、珍事件というか金事件ですうまい、ありがとうございます。まあね、そんなエピソード数々ありますけど、いやたくさん、いや素晴らしかったです、ね、面白いエピソードが集まりましたね。だいぶあの霜によった話が多かったわけですけどそうね、でもやっぱりさっきも言ったけど、病院っていうのは普段生活していてありえないことが平気で起こったりする場でもあるから、そうだね、なんていうかね、エピソードが尽きないよね、うん、だから逆にこう医療職以外の人にも聞いてもらいたいというか、うん、こんなことがあるんだよっていうのをね、うん、ぜひ聞いてもらいたいなっていうのはありますんで、うん、僕らとしては結構意外と普通なことでも、そうだね、うん、そんなことあんの、うん、なんていうこともねあったりしますんで、あくまでここは動画なのでちょっと言える範囲にはしてますが、もっと言えないこととかね、もっと大変なこととかっていうのがいっぱいありますから、ぜひ周りに看護師さんがいたら聞いてみたら面白いと思います、はい、ぜひちょっとね、そんなエピソードにも興味を持って聞いていただければと思いますので、はい、はい、それでは今回はですね、病院で起きた珍事件というものを紹介させていただきました、はい、それでは今回夏美ちゃんの珍事件面白かったなとか、はい、そんなエピソードあってびっくりだと、そう思っていただけた方、ぜひ動画の高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お願いします。その他我々各種 SNS やっておりますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。